上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。アルミニマートのアカデミコレクションに粗挽きスライスサラミを食べたいと思います。サラミって聞くとピザのイメージあるんですけど、これはやっぱり違いますよね。ではどんな感じなのかな。おっと、パックの中に入っていますね。こんな風に。はい、それでは、お、いい香りがしてきました。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ピザのサラミより若干分厚めで噛み応えがあって美味しかったですね。程よい辛さのと書いてありますが、辛みはあんまり感じなかったですね。なので辛みは苦手な方でも食べられるかもしれません。お肉の旨味もしっかり感じられて美味しかったですが、ちょっと先日食べたビーフジャーキーによると噛み応えよりは劣るので、どちらかといえば量で満足したい方向けの商品だと思います。その分お値段がちょっと張りますけど。というわけでこちらの点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。